バリー・ジェンキンスはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家である。現在はロサンゼルスに拠点を置いており、メディシン・ホー・ベランコリーやア,アカデミー賞をはじめとして多くの映画賞を獲得したムーンライトなどの作品で知られる。社交クラブアルファ・ファイ・アルファのメンバーでもある。ジェンキンスは1979年にフロリダ州マイアミのリバティシティで生まれた。年長の兄弟が3人いる。 父親はジェンキンスが12歳の時に亡くなったが、彼が自分の実の子供ではないと考え、亡くなる前にジェンキンスの母親とは別居していた。子供時代を通じて、ジェンキンスは母親と別居して別の女性に育てられ、混み合ったアパートで暮らした。彼はマイアミノースウェスタン高等学校に入学し、フットボールクラブでプレーした。高校卒業後は、 フロリダ州立大学に進んだ。ジェンキンスは2008年の映画メディシン・フォー・ベランコリーでデビューした。作品は低予算、自主制作の長編映画でワイアットしなくトレーシー・ヘギンズが主演した。作品は批評家の間で好評となった。この作品の成功を受け、ジェンキンスはスティービー・ワンダーとタイムトラベルを題材にした長編英雄映画。 ジェームズ・ボールドウィンの小説、ビール・ストリートに口あらばの本案を手掛けたが、どちらも制作には至らなかった。彼は、大工として働き、広告会社ストライクエニーウェアを共同設立した。2011年には、貧民街の高級住宅地下を扱った SF 短編映画リマイグレーションの脚本、監督を担当した。ジェンキンスはこの後、HBO の番組、レフトオーバーズ。 残された世界の脚本家になったが、ほとんどうまくいかなかったと語っている。2016年、ジェンキンスは、タレル・アルビン・マクレーニーと脚本を強調し、8年ぶりの新作映画、ムーンライトを監督した。映画は、マクレーニー、ジェンキンス双方の出身地だったマイアミリバティシティで撮影され、2016年9月に、テルライド映画祭で初上映されると、 批評家に絶賛され、様々な映画賞を受賞した。ニューヨークタイムズの AO スコットは、ムーンライトは、黒人の体の気高さ、美しさ、脆さ、そして、黒人の生命の存在、肉体的問題を強調していると述べた。バラエティ誌では、サウスフロリダでの幼少期を、生き生きと描いたバリー・ジェンキンスの描写は、彼の人生における3つのステージを再考するもので、 現在のアフリカ系アメリカ人の経験について豊かな洞察を提供してくると書かれた。アトランティック誌のデイビッド・シムズは他の偉大な映画と同じように、ムーンライトは明確かつ徹底的だ。アイデンティティに関する物語だ。登場人物について考えたことを観客によく考えるようにも求める、聡明で骨の折れる仕事でもあると述べた。作品は多くの映画賞を受賞し、 その中には、ゴールデングローブ賞映画部門作品賞や、アカデミー作品賞も含まれている。ジェンキンス・マクレーニーは、アカデミー脚色賞も受賞したほか、第89回アカデミー賞では、アカデミー監督賞を含めた8部門にノミネートを受けた。ジェンキンスは、ムーンライトの次回作として、コルソン・ホワイトヘッドの小説ザ・アンダーグラウンド・レール・ロードを原作にしたシリーズと、 クラレッサ・シールズの人生をもとにした戯曲を制作中である。ありがとうございます。